松田光は、千葉県四街道市出身のソフトボール選手、二刀流選手、背番号20、宇藤右内、男子ソフトボール日本代表、第16回世界男子ソフトボール選手権、銀メダリスト、京都産業大学出身、平林金属所属、近所に住む、いとこの影響で1年生からソフトボールを始めた、チームの桜川丘ファイターズでは後に、 ルネサスエレクトロニクス高崎でプレーする大久保美沙がいた。5年生の時に関東大会に出場した。しかしセカンドを守っていた松田はショーフライを落球しチームは敗れた。スケットで全国大会に出場したがチームは敗れている。中学校では男子部にソフトボール部がなく軟式野球部に入部する。当時は千葉に 中学のソフトボール部が一つもなかった。高校では自宅から5分の千葉経愛高等学校に入学する。2003年の全国高校男子選抜大会を制覇。全国大会の決勝は雨で中止になり、両校同時優勝だった。京都産業大学でも活躍し、U-19 日本代表に選出。卒業後は未来と HC を経て、 平林金属に入社。日本ソフトボールリーグでは MVP をはじめ、本類打王最多勝利投手賞など多くのタイトルを獲得している。国際大会には2005年に U-19 代表に初選出。2019年にチェコプラハで開催された世界選手権では二刀流選手として大活躍。投手として4勝、防御率0.46。 打者として打率、546、13打点、出塁率と超打率も1位であった。同年、世界野球ソフトボール連盟の年間、最優秀選手に選出された。ありがとうございます。